竹原花、上関しゅうりです。それぐらいじゃ私たち青春星組でした。ありがとうございました。「緊張が過ぎても暗い」
どうでしたか？どうだった？どうでしたか？パチパチパチ。ね、初めて来たよっていう方も多分いらっしゃると思うんですけど、初めましての方。シリーズで初めましての方。嘘つきが何人かいるけど。本当だ、嘘つきも見える。初めまして。初めまして。でもね、まだまだシリーズはね、定期公演というものがございまして、毎週火曜日と日曜日の2日間、秋葉原駅から徒歩5分以内にある、カセラーリゾーツマルチエンターテインメント7階パームスにて定期公演を行っています。さらに毎週日曜日の15時からは無料ライブもやってますので、ぜひ今日ちょっと 3G 気になったよって方は遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、そしてですね、先ほどもちょろっと言ったんですけど、なんと私たち 3G 1月15日に憧れロマンチックとクジラの眠る星空にの2曲が収録された CD をリリースします。イエーイ。Thank you.
上で見てくださってる方もぜひ無料なので、皆さん参加の方お願いします。お願いします。お願いします。それでは以上、私たち3G